YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、ゆうやです。はい、今回なんですけれども、今日はアディダスを紹介していきたいと思います。アディダスといえば、僕の中ではスニーカーというイメージなんですけれども、そのスニーカーの中でも今日は人気の3足を紹介していきたいと思います。まず1足目がこちら、スタン・スミスでございます。続きましてがこちら、じゃあスーパースターでございます。はい、スーパースターでございます。はい、最後は、なんといってもこちら、イージーブースト 350V2 でございます。はい、今日はこちらの3足を紹介していきたいと思います。今までは、ブランドヒストリーを先に紹介してたと思うんですけれども、今回はコーディネートから、紹介していきたいと思います。では早速紹介していきたいと思います。はい、ではまず最初がスタン・スミスです。スタン・スミスはこちらのサイドに金ロゴがあります。こちらのサイドの金ロゴが僕は好きなのでこちらを買いました。 ABC マートとかでは売られていないモデルになります。かかとの部分にスタン・スミス・フォーエバーと書かれております。こちらは今期のモデルですね。こちらにはカラーが存在しておりまして、今回は緑を買いました。こちらのカラーは何種類か存在しております。こちらはスニーカーなので、さらっとコーディネートをしております。 T シャツにジーパンで全然合うと思います。サイズは 26.5cm なんですけれども、いつもは 26cm ぐらいを履いております。店頭でこちらのスタン・スミスを買ったんですけれども、そこでは 26.5cm しかないと言われたので、今回 26.5cm にしてみました。26.5cm でも、靴下を分厚く履いていれば全然問題ないので十分満足しております。はい、スタン・スミスの別のパターンのコーディネートです。こちらは割とシュッとして見えるので、こちらのセットアップでコーディネートしております。上の T シャツは白い T シャツでいいと思います。はい、続きましてスーパースターです。スーパースターはこちらに黒の3本線が入っております。アディダスといえばこちらの3本線ですね。こちらが特徴になります。こちらのスーパースターといえば、サイドのところにスーパースターと金ロゴで大体書いてあるものがほとんどなんですけれども、こちらは 80s というモデルになりますので、こちらの 80s はタンの部分にこういった金ロゴでアディダスと入っております。サイドはこういった形になります。スーパースターとは書かれていないですね。アッパーの部分とつま先の部分は色が違います。つま先の部分はクリーム色になっています。アウトソールもクリーム色です。かかとの部分にはアディダスと書いておりまして、ロゴマークが入っております。はい、スニーカーということでこちらのスーパースターも同じように T シャツとデニムでコーディネートしております。こちらがスーパースターの別コーデになります。今回はスキニーと合わせております。スキニーと上がジージャンですね。それから白シャツになります。今回はアメリカの人が着てそうなスタイルを着てみました。こちらはツートンの白と黒のコーデにしてみました。足元はロールアップしてありまして、すっきりとさせた印象になります。最後はこちらのイージーブーストになります。今回はバターという色を買いました。6月7日にこちらのブラックが発売されましたけれども、そちらは今のところメルカリとかヤフオクで5万5000円ぐらいの値段がついております。さすがに高いなと思いましたので、今回はこちらの、1年前のモデルを買いました。こちらのイージーブーストは何といっても履きやすいですね。こちらでランニングとかをすれば疲れにくいんじゃないかなと思います。こちらのイージーブーストなんですけれども、かなり偽物が出回ってますので、ヤフオクとかメルカリとかで買う際は十分注意してください。こちらもスニーカーですので、 T シャツとジーパンでコーデをしております。はい、別のパターンのコーディネートですね。こちらではちょっとスポーティーに仕上げております。スポーティーなコーディネートがちょっと似合うんじゃないかなと思いまして、こちらのコーディネートにしてみました。はい、というわけでアディダスのスニーカーのコーディネートをご紹介いたしました。次はですね、アディダスの歴史についてお伝えしていこうかなと思います。
ブランドヒストリーについて紹介していきたいと思います。アディダスのブランドの始まりは1924年、アドルフとルドルフのダスラー兄弟が体育館用のシューズを開発されました。兄弟は1948年に独立して、アドルフはアディダス、ルドルフはルーダ、1949年からプーマに変更しています。こちらを設立されました。アディダスはドイツのスポーツブランドです。スポーツ用品からシューズ、スポーツウェア、ファッションアイテムなど幅広いジャンルで製造から販売まで手掛けております。アディダスの由来はアドルフの愛称アディとダスラーをつなげたものになります。今回はアディダスといえばスニーカーと僕は思ったのでスニーカーを紹介したんですけれども、スニーカーの他にもいろいろ販売しております。先ほど言いましたがスポーツウェアとかですね、そういった服も販売しておりますし、ファッションアイテム、帽子とかそういったものもあります。スポーティーな格好が好きな人とかはアディダスのスポーツウェアもおすすめですので、ぜひ一度買われてみてはいかがでしょうか。アディダスの創業は20世紀初頭に遡ります。靴工房を運営していた父の勧めで、アドルフとルドルフの2人のダスラー兄弟はドイツヘルツォーゲンアウラッハ地域の慣例に従って靴工房で靴職人の見習いを始めます。水車小屋からフェルトくずを得て、そこからゴムチューブなどでスリッパを作り、各地の市場に販売されました。1920年、ダスラー兄弟商会設立。1924年、靴紐の代わりにゴムのついた靴底を使用した体育館シューズを開発。1925年、地元の体育協会が大量に靴を注文したことでブランドは軌道に乗ります。世界恐慌の煽りを受けながらも、ベルリンオリンピックの効果で再度ブランドは盛況となります。戦争を機に一時生産をストップしますが、戦後間もなく生産を開始します。しかしながら1948年に兄弟喧嘩を機に、アドルフ・ルドルフの兄弟は独立を決意します。アドルフはアディダス、ルドルフはルーダを設立。ルーダは1949年プーマへとブランドを変えます。プーマの由来はアメリカライオンのピューマから。アメリカライオンのピューマなのにロゴはチーターなんですね。面白いですね。そして1965年テニスシューズハイレッド、後のスタンスミスを発表。これが人気となります。1970年オールレザーのバスケットシューズスーパースターが発表されます。サッカーの FIFA やオリンピックの IOC など国際的スポーツ組織を巻き込んで、スポーツをビジネス化しました。こうしてアディダスは世界一の売上高を誇るスポーツブランドにまで成長しました。1965年にスタン・スミスを発表して、1970年にスーパースターを発表されたということで、もうそれから半世紀ぐらい経つんですね。50年ぐらい経つということで、その50年経った今でも若者に人気のスーパースターとスタン・スミスなんですけれども、かなり50年も人気っていうのはすごいなと思います。そして1980年代にやや低迷するも、1990年代フランス人実業家のロベール・ルイ・ドレフスが経営権を取得、本格的にブランドの再建をスタートします。ドレフィスの下でアディダスは黒字化、復活を果たします。その後スポーツブランドリーボックも傘下に置き、事業はさらに拡大していきます。現在ではナイキ、プーマとともに世界のスポーツ関連製品のブランドとしてはトップブランドの地位を確立しているということで、まあ、確かにそうですよね。ナイキ、アディダス、プーマ、リーボックあたりは本当にスニーカーといえば、こちらのブランドが日本でも一般的かなと思いますんで、かなり成功したブランドと言えるんではないでしょうか。そして2001年、ストリートスポーツウェアブランドアディダスオリジナルをスタートさせます。1972年から1996年までアディダス社のカンパニーロゴだったトレフォイルロゴ、三つ葉のロゴですね、こういった感じの三つ葉のロゴがあると思います。こちらをシンボルマークとし、
アスリートのために開発された復刻商品から現在のトレンドを反映させた新作モデルやコラボレーション商品まで幅広いアイテムを展開しています。またジェレミー・スコットやサッカー選手のデビッド・ベッカムとのコラボレーションアイテムも人気を集めています。はい、ではこちらのスタン・スミスなんですけれども、こちらのスタン・スミスは定価で約1万5000円ほどです。 ABC マートに売られているアディダスのスタン・スミスは、こういった金ロゴがないバージョンになります。僕はこちらの金ロゴが好きなのでこちらを買っております。で、あるのとないのとどう違うのかっていうことですけど、こちらの、革の品質がちょっと違ったりとか、こちらはちょっとボコボコしてあるんですけれども、こちらこう滑らかだったりとかします。こちらは1万5000円ぐらいなんですけれども、ABC マートとかで売られているものはだいたい1万円前後ぐらいで売られております。なので、こちらの金ロゴの方が、少し高くて上質な、スニーカーということになります。こちらにスタン・スミス・フォーエバーと書かれておると思います。こちらは、今期2019年の3月8日に発売されましたモデルになります。こちらは限定モデルになるそうなので、こちらの手書き風の文字でスタン・スミス・フォーエバーとハッシュタグをプリントされております。ハッシュタグというところがこう今風な感じがしますよね。ちょっとこういった遊び心を加えているらしいです。じゃあスタン・スミスというのは、スタンレー・ロジャー・スミスというテニスプレーヤーの方がこちらのシューズを履いて活躍されたことでスタン・スミスという名前が付けられたそうです。こちらはもともとスタン・スミスという名前ではなくて、ハイレットという名前でした。こちらは、ロバート・ハイレットという方が、フランス人の方がもともと履かれていたそうなんですけれども、その後にこちらをスタンレー・ロジャー・スミスが履かれて、それで活躍されたということでこちらの名前に変更されたらしいです。こちらはかなりスタイリッシュに見えるので、僕は先ほどのコーディネートのように、ちょっとこうスタイリッシュに、コーディネートしております。続きましてこちらスーパースターですね。先ほどご紹介しましたスーパースターなんですけれども、 80s という名前になりまして、こちらはニューヨークのヒップホップグループのラン DMC がこちらを愛用しているということで、人気を博したそうです。こちらの定価は1万5000円前後になります。ちょっと見てもらったら分かると思いますけれども、こちらのアッパー部分とこちらのつま先の部分が、色が違いますね。こういったデザインが 80s になります。現行のスーパースターというのはこちらのように、色が分かれておりません。こちら、つま先まで白という感じなんですけれども、こちらの 80s はこういう風に分かれております。そしてサイドにはスーパースターという名前が書かれておりません。こちらのスーパースターというものは、もともとバスケットボール選手に履かれてきたスニーカーになるそうです。それから時代を経てストリートファッションの間で広がっていったそうです。今やスニーカーでは人気の定番のスーパースターなので、こちらもこれから愛用していきたいと思います。最後にこちらのイージーブーストなんですけれども、こちらは税込みで3万240円ですね。アディダスにしては高いと思うんですけれども、こちらはカニエウエストというブランドとコラボしております。なので値段は少々高めにはなっておるんですけれども、履いてみた感想なんですけれども、めちゃくちゃ履き心地がいいです。ですので普段のカジュアル履きにも全然いいと思うんですけれども、運動靴としてもこちらは最適の靴だと思いますので、こちらでランニングする方とかもいらっしゃると思います。それぐらい本当に履きやすいイージーブーストのスニーカーになります。今年2019年6月7日にこちらの新作モデルのイージーブースト 350V2 のブラックが発売されました。そちらが定価は同じなんですけれども、今はプレミアがついてヤフオクとかメルカリでだいたい5万5000とか5万6000円前後で取引されているみたいです。
こういったイージーブーストのようにアディダスはコラボ商品もたくさんあります。 Y3 と呼ばれるような幼児山本とのコラボもありますし、こちらのスーパースターで言えばネイバーフットとかハイクとのコラボもあります。そういうふうにいろいろなブランドとコラボをしてきたので人気を博したブランドの一つということにもなります。気になる方は一度履かれてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今回はアディダスのブランドと人気の定番スニーカー3足をご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。こういった風にこれからもスニーカーはもちろんなんですけれども、いろんなブランド、服のブランドも紹介していきますし、こちらの動画が良かったと思う方はグッドボタン、それからチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。